yesterday, there was sun and there was rain, beauty in the mundane. どうもこんにちは、モノグラフの堀口です。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。今日はね、もうここにあるんですけれども、こいつの話をしたいと思います。MacBook Pro の2020年モデルですね。2020年の、上位モデルの Core i7 でメモリを 32GB にアップグレードしたですね、僕がまあ5月ぐらいかなに買ったですね、こちら機体になっています。で、こちらに関してはですね、これまで何度も動画でちょっとお伝えをしているので、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけれども、もう一回ねお伝えしておくと、まあ、不具合がねすごい多かったんですよ。まあ、そのカタリナのねせいなのか分かんないんですけれども、こちらですね、僕が出た不具合としては、一つはね、動画の、まあ、編集ですね、動画のソフトを使っているときに、まあ、編集がちょっと止まってしまうとか遅くなってしまう、フリーズしてしまう、あとファンがね暴走して、熱暴走でちょっとね、そのファンが止まらなくなってしまうっていうところがまあ多発していて、まあ、結構ね使いづらかったんですよね。でそれもありまして、まあ先月かな、先月僕がちょっと動画の方でですね、まあ、ちょっと、まあ、一旦この MacBook Pro 2020年モデルはまあ封印しますと、まあ、使わずに家の中に置いといて、いつかねこう、まあ、使える時が来たらまたね出そうと思いますみたいな話をこう動画でお話しさせていただきました。それで、昨日ですかね、7月の16日にですね、ようやくカタリナの、アップデートが来まして、でそちらを、こちらの MacBook Pro のね、2020年モデルに、ダウンロードしてインストールをしてみました。でそれによって、本当に、ね症状が治るのかどうかってところで結構ね皆さんも気になってたところだと思うので、ちょっとね僕がこの入れてみた感想っていうのをね今日ちょっとお話をしようと思います。でまあ、結論からもう言っちゃいます。結論から言っちゃうと、新しいこのねカタリナのアップデートでこの MacBook Pro 2020年バージョン上位モデル、使えるようになりました。いやーもう本当に嬉しい、めちゃめちゃこれ嬉しいです。僕ねこれ昨日アップデートして、で最初はねちょっと不具合というかですね、カーネルタスクっていうね、Mac の基幹システムがちょっと暴走しちゃってですね、まあ本当にファンが止まらなくて熱が本当にすごく高くなっちゃうみたいな状況になって、これはねまたちょっとまた不具合があるのかなと思ったんですけれども、そこからですねちょっと立て直しましたというか、もう一回ですね Mac を全てもう消去して、中身消去して、クリーンインストールっていうね、一から新しくね OS を入れますっていうことをしたんですね。そしたらですね、そのファンの暴走もなくなって、で、まあ、快適にね使えるようになったんですけれども、まあ、そこからですね本題ですね、いよいよ、僕がまあ使っていたファイナルカット、そしてプレミア、この2つの機種で本当にこう、まあ、フリーズが起きないのか、あの妖怪虹色ぐるぐるですね、レインボーマークが出ないのかっていうところで、ちょっとね1日かけてね検証してみました。で、そのね結果がこちらなんですけれども、まずね、ファイナルカットプレミアともにですね、編集時のフリーズっていうのはなくなりました。本当に綺麗さっぱりなくなりました。こんな感じでもすごいね、スムーズにスクロール動きますし、動画編集中にですね1回もこの虹色ぐるぐるですねというのが出なかったんですね。でまあ、時間にすると30分とか40分ぐらいですね、ずっとこう、まあ、つけっぱなしで編集を、ね、続けていたんですけれども、一切ですね、もう本当にこう止まることなく、かくつくこともなくですね、非常に、快適に、ね、使うことができました。で、その後ですね、もう一個試してみたというか測ってみたところで言うと、書き出しですね、動画の書き出しっていうのも、やってみたんですけれども、これもですね非常に改善してます。すごくね早くなりました。こちらなんですけども、動画12分ぐらいの動画を、書き出したんですけれども、書き出しの時間がですね、なんと3分で終わりました。今までは12分ぐらいの動画だと、まあ、書き出しもね、まあ、12分とか、まあ、それぐらいの時間かかっていたんですけれども、大幅にね短縮しました。僕の場合ですね、まあ、なのでおそらく今までのカタリナのバージョンが古かったせいで、このですね MacBook Pro にね新しく積んでいる、Core i7 10世代のねインテルのプロセッサーにちゃんとやっぱ対応できてなかったんじゃないかなというふうに思うんですね。で、それにねしっかりと今回のアップデートでこう対応してくれたことによって、でまあ、しっかりとですねこの第10世代のインテルのコアの、パワーがちゃんと引き出されて、こうパフォーマンスとしてつながってるんじゃないかなっていうふうにね、思います。まあ、実際それ以外のね、機能も本当サクサク動きますし、
今までこう起きていたこう USB-C のこう端子が接続できないとかね、そういう問題も消えましたので、まあ、本当に、ね、こうバグを、ね、着実に、消してくれたアップデートかなというふうに思います。まあ、アップデートの、ね、内容にはですねちゃんとそこ明記はされてないんですけれども、使った感じとしてはですね、まあ、ずっと僕が悩んでいたその動画の編集のところの、不具合っていうところがですね今回のアップデートで綺麗に、ね消えてくれたかなっていうところですね。僕もですねまだこれ使って1日ぐらいアップデートしてこう1日経ってないぐらいなのでちゃんとねこれが正式に直りましたっていうのはねまあちょっとまだ判断できないんですけれども今のところですねこちら使っていてもすごくね使い心地は良さそうな感じですね。でまたこれも経過観察っていうことで引き続きちょっと使っていってどうですってお話をねできたらなと思っています。というわけでようやくね買ったこの2020年モデルの MacBook がね、ちゃんと使えるようになりました。本当にね、まあ、ここまで長かったんですけど、まあ、これだったらね、まあ、人にね、進め始められるかなっていう感じですね。今までは本当大手を振ってねこれいいよって言えなかったんですけども、まあ、今のね、この新しくアップデートしたこの2020年モデルだったらですね、これからちゃんとね押していけるなっていうふうに、思い始めているので、まあ、ちゃんとですねこちらの2020年モデルの使用感とかっていうのね引き続きレポートをしていこうと思います。やっぱりねこれアップデートした感じですねすごいねパワー感じるんですよね。2019年モデルよりも圧倒的にですねやっぱその CPU とかあとメモリですねのところがまあ強力になってるなというふうに感じるのでその辺もねお伝えできればなと思います。なのでもしねこの2020年モデルの MacBook Pro とか MacBook Air を、持っていてで不具合悩んでますって方はぜひねアップデートしてほしいっていうところと、ね、2020年モデルの MacBook 購入検討していた人にですねこちらの情報が届けばいいなということで今回ね動画を撮らせていただきました。こんな感じで、このチャンネルモノグラフではですね、いろんなガジェットの話だったりとか、インテリアの話しておりますのでもしね、この動画がいいなと思ってくれた方はですねいいねもしくはチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。モノグラフの古口でした。バイバーイ。